ノーマンエドサル上等兵にちなむその名を持つ官邸としては初代。エドサルは、フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズで1919 19年9月15日に帰港し、1920年7月29日にエドサル、上等兵の姉妹であるベッシー・エドサル、ブラッシー夫人によって、浸水、艦長、a h ライス中佐の指揮下1920年11月26日に、 収益する。竣工後、エドサルは1920年12月6日にサンディエゴで完熟訓練を行うためフィラデルフィアを出港し、1921年1月11日に到着。12月まで西海岸沿岸で戦闘演習や砲術訓練に従事し、12月28日にサウスカロライナ州チャールストンに戻る。停泊の後、 1922年5月26日にチャールストンを出港して地中海に向かった。6月28日にコンスタンティノープルに到着後はトルコ水域におけるアメリカの各種権益の保護のために行動した。この頃の近東地域はロシア内戦やトルコ革命の影響で大きく混乱しており、エドサルは東ヨーロッパの飢餓の軽減や 混乱地域から逃れてきた難民の支援のために物資と通信設備を用意し緊急事態に備えたことにより国際関係の維持に大きく貢献した。トルコ革命のさなかにスミュルナで大火が発生した際にはエドサルはスミュルナにいた数千人のギリシャ人を避難させたアメリカ駆逐艦の一隻となる。1922年9月14日、エドサルは リッチフィールドと共に600名を超す難民を収容してギリシャのサロニカまで輸送し9月16日にはスミュルナに戻って帰還任務を継続した10月にもレスボス島メティリーニにスミュルナからの難民を輸送した一連の難民輸送が終わった後エドサルはトルコ、ブルガリア、ロシア、ギリシャ、エジプト、パレスチナ、シリア、チュニジア、ダルマチア、そして イタリアの諸公を訪問。両艦と共に砲術トライ撃の訓練を行った後、1924年7月26日にボストンに戻った。1925年1月3日、エドサルはアジア艦隊に配備され、グアンタナモ湾、サンディエゴ及び新自湾で戦闘訓練や演習に参加した後、6月22日に上海に到着する。 アジア艦隊においては主にフィリピン、中国沿岸部及び日本で行動し、第一の任務は米非戦争の結果入手したフィリピンを中心とする極東地域におけるアメリカの権益保護であり、また国境内戦と1937年からの日中戦争からアメリカの権益を守る任務もあった。このため戦闘訓練や演習の他に、 訪韓外交の一環として上海、芝生、観光、南京、神戸、バンコク及びマニラの諸行を頻繁に訪問した。1941年12月7日の真珠湾、攻撃時、エドサルは第57駆逐軍の領艦、ホイップル・アルデム及びジョンディ・エドワーズと共にバリクパパンに停泊中であった。まもなくエドサルはシンガポール方面に向かい、12月10日の マレー沖海戦で沈没したイギリス戦艦プリンス・オブ・ウェールズと巡洋戦艦レパルスの生存者の捜索の末、両艦に上艦していた連絡将校4名を救助してシンガポールに向かう。その途中、4隻の小船を栄光してた日本のトロール船を打破し、シンガポールに護送した。1941年も押し詰まった12月28日、エドサルはアルデン、 ホイップル及びアジア艦隊機関の従順洋艦ヒューストンと共に、給油艦ペコスなど、各種輸送船を護衛して、スラバヤからダーウィンに向かう。年明けて1942年1月12日、エドサルは日本船団迎撃のため出動するヒューストンの護衛役をアルデン、ホイップルと共に務めるためダーウィンを出撃するが、1月17日に至っても快適しなかったため、 木曜島に向かうアメリカ輸送船の護衛を行いつつ、ダーウィンに進路を向ける。2日後の1月19日、ヒューストンは2隻の潜水艦の存在を察知し、エドサルが監視役として現場海域に残されることとなった。しかし、潜水艦を探知できなかったため引き返してきたある、デンと共に給油艦トリニティを護衛して、再度ダーウィンに向かった。ところが、 1> 翌1月20日の朝に潜水艦を探知して爆雷攻撃を開始し、オーストラリアの総海底3隻、デロレインカトゥーンバ及びリス号の応援も得て1日がかりで、この潜水艦を撃ち取ることができた。この敵は、以後第124潜水艦であり、エドサルは助立ちを得たとはいえ、第二次世界大戦において、大型の敵潜水艦を撃沈した最初のアメリカ駆逐艦として記録された。 4日後の1月24日、エド・サルは、ダーウィン近海のクラレンス海峡で、再び潜水艦を探知して、爆雷攻撃を行ったものの、その際に、自らの爆雷で損傷する。損傷自体は深刻なものではなかったのか、2月3日には、アルデンと共にトリニティなどの特務艦船を護衛して、ダーウィンを出港し、チラチャップに向かった。チラチャップ到着以降、 2月27日までの間のエドサルの動向は定かではないが、2月16日頃にアルデンと共に輸送船の護衛に従事している。また、バリ島沖海戦やスラバヤ沖海戦といった主要海戦には参加していない。日本軍の猛威がジャワ島を覆うとする頃、これに対抗するため、連合軍はホーカーハリケーンやブルスターバッファローで対抗したが、 日本機の敵ではなく、損耗を重ねた連合軍は、さらなる戦闘機を欲し,し、インドに輸送途中の59機のカーチスピーマイナス40を引き抜くことにした。運搬にはダーウィンに下がっていた水上規模艦ラングレーが起用されることなり、2月22日に、正論統一機の MS マイナス5戦団と共に、フリーマントルを出航するが、2月23日になって、 ジャワ方面の海軍部隊司令官、コンラットヘルフリッヒ中将から大至急輸送するよう、命じられて輸送船シーウィッチと共に、チラチャップに急行することとなった。ラングレートシーウィッチは、護衛がなかったので、チラチャップに停泊していたエドサルとホイップルが出迎えを、することとなり、2隻は2月27日朝にラングレート、会合した。ところが、会合から1時間半後に、 日本の作敵機に発見され、作敵機からの通報により、高尾航空隊の一式立港が出動し、昼前になってラングレーとエドサル、ホイップルを発見して、攻撃を開始した。三隻は攻撃を受けると、思い思いの方向に逃走を開始したが、三度目の攻撃でラングレーに250キロ爆弾3発と60キロ爆弾3発が命中した。 攻撃で火災が発生したラングレーは搭載していた。P-42 も延焼して手がつけられなくなり、エドサルかホイップルのどちらかが被害状況を暗号を組まずに送信する。この通信を傍受した高尾航空隊は戦闘機を警戒して去っていった。それでもラングレーは救助断念の上処分されることとなり、エドサルとホイップルの射撃により沈没した。 ラングレーの乗組員のうち177名がエドサルに308名がホイップルに救助された。翌2月28日、エドサルとホイップルはクリスマス島フライングフィッシュ後部でペコスと会合し、ラングレーの生存者を託すこととした。もっとも、エドサルに収容された生存者の移送作業中に、日本機に発見されたため作業は打ち切られ、エドサルはチラチャップに向かった。 名雲もたかず中条率いる第一航空艦隊は、来院作戦での連合軍に対する最後の締め上げを行うため、2月25日にセレベス島スターリング湾を出撃し、3月1日にはジャワ島南方に達していた。午後に入り、偵察帰りの97式艦航がクリスマス島南方でフリーマントルに向かう途中のペコスを発見して、 空母加賀と総流の艦載機がペコスを撃沈した。それから5時間ほど経ってからの17時20分頃第一航空艦隊の上空を援護していた冷戦が艦隊の後方に敵軽巡を発見し、南雲中将は護衛の第3戦隊の戦艦飛叡と霧島、第8戦隊の重巡洋艦トネとくまに対して艦隊後方の敵軽巡を撃沈するよう命じる。 17時33分、敵軽巡ことエドサルに最も接近していたチクマが砲撃を開始し、ついでヒエも砲撃を開始。ヒエのエドサルへの砲撃は、太平洋戦争で初めて、日本戦艦の手砲が敵艦に対して火を吹いた瞬間でもあった。エドサルはただ一隻艦長ジョシュア・ジェーニックス少佐の指揮の下で、無敵のナグモ艦隊との対決に臨む羽目となり、 はじめは四ンチ砲で反撃するも、ニックス艦長は反撃よりも逃亡に活路を見出そうとしていた。ヒエの発砲を冷静に観測し、砲弾が到達する時間を計算した上で巧みに回避し続け、ヒエとチクマの砲弾はエドサルには命中しなかった。やがて、エドサルは煙幕を張り、最大速力を出したり機関全停止したりと、ナグモ艦隊を欺きに欺いて、 エドサルが縁幕を張るたびに、ヒエラは砲撃を中止しなければならなかった。それでも、エドサルには砲弾が一発命中するが、約30分にわたる最初の砲撃による被弾はこれのみであり、月々日水木金金の精神で砲撃の腕を鍛えに鍛えていたはずの日本海軍は大いに面目を失ってしまった。南雲中将は18時27分、 総流の99式艦爆9機に発進を命じて、エドサルを攻撃させる。いくつかの命中弾があり、サシモのエドサルも火災が発生して、速力も低下した。この機に乗じて、ヒエイと霧島は燃えるエドサルとの距離を詰めた上で18時50分から、手砲と副砲による砲撃を再開し、チクマとトネは、ハサミ打ちの格好でエドサルに接近していった。 やがて、エドサルは時計回りで旋回した後19時頃に、艦首を上げて沈没した。第8戦隊は、エドサルの乗組員8名を救助して、捕虜とし、尋問の結果撃沈した艦の名前が、エドサルであることを確認した。捕虜8人は、戦争を生き残ることはできなかった。1946年、うち6人の首のない遺体が、 エドサルの撃沈現場から1000マイル以上離れた東、インド諸島の集団墓地から同日に撃沈された他の官邸の乗組員らの遺体と共に発見され、日本軍に殺害されたと推測されたが、有力な証拠がないまま一人も断罪されなかった。6人の遺体は1949年から1950年にかけてアメリカに引き渡され、再埋葬されている。 沈没するエドサルエドサルは、最終的には撃沈されたとはいえ、日本海軍に恥をかかせるほど巧みな回避運動に終始した。エドサル撃沈のために費やされた砲弾の数は、比叡が主砲二百十発、副砲七十発、霧島が主砲八十七発、副砲六十二発、トネが主砲四百九十七発、広角砲八発、そして最初に発砲した地熊が、 主砲347発、広角砲54発であった。しかも、トネは戦闘中、エドサルを、軽巡洋艦、マーブルヘッドと誤認して観測上不利があった。第8戦隊では、回避に徹する艦艇に対する砲撃は、遠距離射撃では、命中率が悪いことを認めている。現打実は後年、その著書、海軍航空隊始末期で、エドサルの撃沈は、 総流の干幕のみによるものという趣旨の記述を行っている。エドサルは第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。